水曜日です。独立総合研究所青山繁晴さんの登場です。青山さん、おはようございます。おはようございます。今朝は1日ソウルで日中韓の首脳会談3年半ぶりに行われましたけれども、今朝この話ですね。はい、はい。皆さんご存知の通り、日中韓首脳会談が久しぶりに行われ、はい、それから日韓首脳会談については、はい、朴槿恵大統領と安倍総理の間では実にこれが初めて行われたということですよね。はい。で、その上で一体この2つの首脳会談何が成果だったのか、はい、そこ知りたいところですね、ぜひ、うん、はい、知りたくもあり、はい、例えばニュースにご関心の強いリスナーだと、うん、果たして成果があったのかと、うん、疑問に思う方もいらっしゃるっていうか、僕のところにはたくさんそういうメールとか、はい、ブログへの書き込みいただいてるんですね。私もそう思ってます。はい、はいはい。で、今朝はマスメディアの普段の論調とはちょっと違う視点のお話をいたしたいんですね。はい。で、まず、まあ、実は大した話でもないんですけれども、一番根っこのところをまず考えますと、はい、本当に隣同士というのは必ず仲良くなきゃいけないのかということなんですね。はい。で、これ日本の新聞、朝日新聞から産経新聞に至るまで、まあ、全てが隣同士だから仲良くしなきゃいけない、はい、仲良くしなきゃいけないから首脳会談をしょっちゅう開かなきゃいけない、うん、というふうに主張されてますし、はい、だから例えば中国は特に日本との間のことを一位体制と言いまして、はい、これは一位体制の間の遺体って言葉は帯って意味なんですけれども、はい、その一本の細い帯のような海しか間に挟んでないんだから、うん、常に仲良くなきゃいけないということを中国は特に強調するんですけれども、まあ、実はこれそもそも東シナ海は決して、そんな一本の細い、水細い海でもありませんから、はい、例によって、大げさに言ってる話なんですけれどもこれ実は世界を歩きますとね、はい、むしろ隣同士で仲良くしている例が極めて少ないんですね。例えばカナダとアメリカっていうと、すごく仲いい感じしますよね。はい、はい、はい、そういうイメージがありますね。はい。で、まあ、実際に例えばアメリカ空軍っていうのは、カナダの空も守っていますし、まあ、両方とも仲良くサミットにも出てきますよね。はい。ところが実際カナダに行きますとね、僕は一番最初にカナダに行った頃ですから、ずいぶん前からっていうことなんですけれども、はい、例えば、皆さんも試していただきたいんですけど、そのどっかの土地行くと、海外行くと、映画館に入ってみてほしいんですね。映画館ですか？ええ。はい。で、そのハリウッド映画とか、世界共通でやってる映画ではなくて、はい、地元の映画ってありますよね。ああ、はいはいはい、まあ。もちろん日本映画ありますし。はい、ええ。で、そういう映画で言いますと、僕が見た映画の一つを言いますとね、カナダ軍で一番トンマな若い兵士がいたと。はい。で、あんまりトンマなんで、カナダ軍の中でいじめられるから、はい、まあ、南に降りていって、国境を越えてアメリカに入っちゃったと。はい。で、アメリカに入っちゃったら、例えば発電所とかそういう重要施設に入って、ええ、まあ、トンマだからなんかちょっといじったりするんですけれども、うんうん、そのためにその度にそのアメリカの軍や政府の方がもっとトンマで、はい、その右往左往をアメリカ人が大騒ぎすると。ほう。で、それをそのカナダの映画館でカナダ人の方々がもう手を叩いて喜んで、もう大変な人気の映画だったんですね。ほうほうほう。これ後でそのカナダの政府の人から、まあ、庶民の方々まで聞いてみますと、はい、やっぱアメリカ大嫌いだということなんですよね。あ、そうですか。うん。で、これは深刻な話ではなくて、今言いました通り安全保障を共通したりしてるんですけれども、隣だから絶対仲良くしなきゃと思ってんじゃなくて、やっぱり隣同士だからどうしても角を突き合わせると、むしろその方が人間の自然だという感覚なんですね。あ、なるほど。で、例えば穏やかなイメージが強い北欧で言いましても、フィンランドは隣のロシアをものすごく昔から警戒し、実際ひどい目にも遭ってますし、はい、それからデンマークとスウェーデン、それぞれの海軍の人と話すと、まあ、実は海の上で結構角を突き合わせてるわけですね。デンマークとスウェーデンもそうなんですか？そうです。はで、これ今僕は何を皆さんと一緒に考えようとしてるかというと、隣だからといって無理をする必要はない。隣だからといって、いつも相手のことに合わせたり、ニコニコする必要はない。むしろ、お互い偽善に陥らないように、言うべきことはちゃんと言うと、いう方が、隣同士の関係を良くするということを、僕らは今まで刷り込まれ、思い込まされてきた、常識をちょっと疑ってみた方がいいと思うんですね。はは、はい。で、その上で日本と中国、韓国の関係を考えますと、
今回の日中韓の首脳会談でも、また例によって歴史の話は、はい、まあ、事実上蒸し返されましたよね。そうですね。で、例えば中国のと日本の間には南京の問題があるということになってますけれども、うん、この安倍政権といえども、まあ、南京で第二次世界大戦中、南京で少しは略奪とか民間人の殺害とか事件はありましたと、はい、うん、いう立場ですね。官房長官などは会見でそういうのをおっしゃってます、はいはい、しかしそうだったら、毛沢東国家主席が生前一度もこの南京での出来事について話されたことがないっていうのは非常に不可思議な話ですね。あ、でこれ、まあ、中国共産党の人々現在は表では決していませんけれども、はい、まあ、僕も中国とずいぶん長い付き合いですけれども、特に初期の僕が来始めたのはもう37年前ですけれども、はい、その頃中国共産党の、ブレーンで社会科学院、まあ、今もありますけど、ええ、そこの人々が何を言ってたかというと、あれは蒋介石が作った話ですよということを言ってたりするんですね。それから韓国との間の慰安婦についても、慰安婦って方々がいらっしゃったのは事実ですけれども、はい、多くは日本人女性だったんですね、はいはい、で日本人女性っていうのはもちろん軍に連れていかれたんじゃなくて、うん、親が貧しかったので残念ながら売られたわけですね、はい、で韓国でもしもそうじゃなくてその親兄弟が反対してるのに連れていかれたんだったら、はい、こう韓国男性女性守りますから抵抗したケースが何度も起きてるはずですけれども、うん、それ一例も実は韓国の側からも言われたことはないんですね。でそうするとですね、例えば今回安倍さんが未来志向未来志向ってまた例によっておっしゃったわけですけど、はいはい、未来志向っていうのは本当に過去にすごく悪いことがあったけどもいつまでも言ってるんじゃなくて、それあえて言えば忘れて未来を見ましょうと、うん、逆に言うと過去になんか悪いことがあったってことを認めてるのと同じですよね、はい、うん、ああ、なるほど、そうですね。でそうすると証拠がなく言ってるのは実は日本も同じだってことになってしまいますよね。自らを貶めるために言ってる話が、うん、はい、でこれどうして起きるかというと、これ最後に申しますと、はい、要するに首脳会談やるといつも成果が出なきゃいけないという思い込みがあるから、うん、はい、例えば未来志向でまとまりましたって話をどうしても安倍さんもしたくなるってことなんですよ。あ、はい、だから隣同士だから言って、無理をすることはないし、うん、それから首脳会談やっても成果がなくただ会っただけでもちっとも構わないんですよ、はい、僕たちの普段の人間関係考えてもそうですから、うーん、そういう一度、まあ、すごく簡単な原点に戻って考えてみるっていうのも必要じゃないでしょうか。はは、考えさせられる内容ですね。青山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。独立総合研究所、青山繁晴さんでした。